皆さんこんにちは、あいまろです。今日は、父の遺品整理、そして母の生前整理をした時に業者さんに入っていただいて、パンと捨てたんですけれども、その時のエピソードと、あと要するに買っていただけたもの、要するに買い取りしていただけたものと、全然買っても何にも値がつかなかったものとか、その辺をちょっとねお話しさせていただきたいと思います。で、まずですね、業者選びなんですけれども、単純にパソコンで検索して、大手だと思われる業者さん3社に来ていただいて、それで同じ日にこう時間をずらして、それでもう1日でね、とにかく見積もりを出していただこうということで3社にお願いしました。やっぱりさすが大手、すごいなと思ったのは、やっぱり3社ともほぼ同じ値段だったんですよね。だから量にして、2トントラック、ボックス型のパンパンに入れられる、2トントラック1台で10万くらいのが目安ですよね。そのぐらいです。でそれにどのぐらい入るかっていうのはやっぱりね、素人だとわからないので、もちろんね、来ていただいて見ていただかないと何とも、自分たちではね、計算のしようもないんですけれども、だいたいそんな感じでした。うちはね、だいたい4台分ですね。すごい量ですよ。で、結果的にちょっとやっぱりベッドは残そうとか、でっかい食器棚があったんですけど、それはやっぱり残そうとか、でその業者さんに来ていただく日までに、ゴミ袋でね、軽く100袋以上は捨ててるので、そういうこともあって、なんとかギリギリ3台で済んだという感じでした。で、そうですね、買い取りをしてくださるんですけれども、うちの場合で値がついたのはたった一つだけ で、それがね、父が持ってたステレオ の、 スピーカーですね。でもあの時点でもう20年ぐらいは経ってたはずなので、5000円でしたけども、20年経ってて5000円つくんだから、それなりにね、いいものだったんだと思います。そのためにわざわざ地下室まで作ってるんで、いくらか知らないんですけど、でもね、それだけだったの。他にね、ちょっとお高そうな家具とかもあったんですけれども、家具の場合はいわゆる誰が見ても、あ、これどこどこの家具だよねっていう、カッシーナだねみたいな感じで誰もが知っている海外ブランドのいわゆる高級な家具ぐらいですって、買い取ってもらえるのは。だそうですよ。で要するに高級家具を中古で買う人はいないとなるほどなと思いましたけれども、そういうことです。家具は買い取ってもらえるということ、多分ほぼほぼないということですね。であとうちは父がパイプ愛好家だったんですね。パイプで吸ってたの で結構もう煙がもうヤニというんですかね、煙がもうこびりついちゃって、もう家中に。だからもう壁は多分あの時点で14年って言ってたんだから、だから14年にして壁がもうね、一番ひどいところでも焦げ茶に近いような状態になっちゃってるぐらいひどかったんですよ。で父が買った家なのでね、それに対して文句はないですよ。ひどいことにはなってましたけど、だからね、家具から何から何までもうみんな茶色っぽくなっちゃってて、売れませんよね、あれじゃね。なので割とお高そうな食器がこう箱に入ったまま、それから本当にそれこそ木箱に入ったままとか いろいろあったんですけれども、もう箱自体がもうねダメだし、だからほぼほぼダメですよね。ほぼほぼというか、それ以外は何も売れなかったということです。それとちょっとびっくりしたのが、2階に霧のタンスがあって、パイプの煙の被害にもほぼ合ってないような状態だったんですけれども、それよりもその中身がほぼというか全部着物関係だったんですね。お着物と、あと着物と和装の小物ですよね。それで
でね、着物私もあんまりよくちゃんと見てなかったんですけど、うちの母はね、なんか安いものを何でも買っちゃうようなタイプの人なんですけど、父は割といいものを買うタイプの人だったので、まあそこそこのお着物もあるのかもしれないと思ったのと、なんか着物ってポンと捨てづらくて、着物業者さんに買い取りに来てもらったんですね、連絡をして。それ でね、もうバーッと見た後、買い取れるものは何もありませんって言われたんですよ。でここがポイントで、買い取れないということは1円の価値もないということなんですよ。だからね、一回ね、業者さん呼んで査定してもらうといいですよね。そこでね、覚悟ができますよ。1円にもならないんですよ、だって買い取らないってそういうことですよね。だから1円にもならない価値をもったいないもったいないってね、そのスペースを取ってるっていうことの無駄。もうそれでね、もうタンスごと、霧のタンスごと全部捨てましたね。本当に、いや、もう良かったと思います。ただ私、その業者さんを呼ぶときに最初からちょっと覚悟していて、着物買取で検索をして、それでいくつか業者さん出てきたんですけれども、結局いろんな若者を買取やってるんですよ。ブランド物とか貴金属とかその他もろもろね、骨董品とかいろいろ書いてあるんですけれども、ああいうのって結局一番の目的は貴金属類だそうなんですよ。一時うちにも電話かかってきたことあるんですけど、靴を買い取りますっていうね、営業電話がかかってきて、靴買い取るねって思うじゃないですか。でもあれみたいでしょ、結局来て、それなりの貴金属が出てくるまではもう帰らないらしいですからね。もう目当てはどっちにしても貴金属なようなので、家に来ていただくっていう時にはちょっと気をつけた方がいいと思います。なので私もそれを知っていたので、まあ、きっと貴金属目当てなんじゃないかなって思いながら、もう家に来てもらってるので、他に何かありませんか、なんかこう貴金属とかって言われたんですよ、やっぱり。なので、もう父がね、亡くなった時に全て処分しましたって言って、まあ、見ていただければ分かるんですけど、うちお金持ちじゃないしって言って、それでね、そのまま帰ってきましたよ。本当感じ悪かったです。気をつけた方がいいですね。買い取ってもらえたものっていうのは、私もね、本当に大したものは持ってないんですけれども、若い頃に買った金のね、チェーンのネックレスとか、そういうのも含めて、アクセサリー類を、どんなものかしらと思いながら、時計とかね、もう壊れちゃってるんですけど、ブランドの時計とか、そういうのをちょっと持って貴金属の買い取りを中心にやってらっしゃるところに持って行ったんですね。そしたら、まあ早い話が二束三文になってだとは思うんですけれども、でも数万円にはなったんですよ。だからもうね、一つ一つをね、専門性のあるところにきちんと自分で持ち込むのがいいですね。ただそれは本当に早いうちに、自分がね、元気があってパワーがあってやる気があるうちに、丁寧に持っていくことです。丁寧に持っていくっていうのは、こう大事に持っていくってそういう意味じゃなくって、例えばそうですね、 CD なら CD を CD を買い取ってもらえるところに持っていくとか、そういう意味です。お洋服ならお洋服とか、そう、 CD なら CD、 それからあと何かコレクションならコレクションをきちんとその専門のところに自分から持っていくとかね、そこに送るとか、そういう形で一つ一つやられるのがいいかと思います。でね、実際うちの場合はもう親がもう本当物を持ちすぎていて、もうね、本当にうんざりだったんですよ。本当にもうめまいがするほど、吐きそうになるくらいのひどい状態だったので、これきっとどこかにしかるべきところに持ってったら、それのなりの値段になったんだろうなってものはね、いっぱいあったんですけど、どうでもよくなっちゃうんですよ。それ多分数万円くらいにはなったんじゃないのっていうものでも分かるんですよ。日頃一生懸命節約してちまちま生きてるのに、もうね、あれだけの量になっちゃうとどうでもよくなっちゃうんですよね。もう全捨てですよ、本当、基本的に。もうどうでもいいっていう、もうね、なりやりになっちゃうので、
でも別にもう後悔もしてないです。本当に大変だったので、うん、なのでいやきちんとねもう捨てるのはもったいないからというお気持ちが終わるなのであれば、早い段階からやること、それで親に言ってもどうせやらないです、家族に言ってもどうせやらないので、せめて自分の分を思い切ってね、後々捨てるんだったら今のうちにきちんと現金化しておこうとかね、まだ使ってくださる方がいるならと思ってそちらに持って行ってね、どなたかに使っていただくとか、そういうふうにどんどん処分処理されていくことをお勧めします。それがね一番言いたいことです。私も自分の就活を見据えてどんどん物を減らして、まあ、ミニマリストさんたちを見習って近づくぐらいの気持ちでもどんどん捨てて頑張っています。またそんな話もしていきたいと思います。じゃあ今日の動画はこのくらいにしたいと思います。いつもご覧いただきありがとうございます。ちょっとほんのちょっとでも参考になったら、高評価を押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは今日は本当に見に来ていただきありがとうございました。ではまた。